駅は青森県南津軽郡大和2町大和座大和にあざ、前田にある東日本旅客鉄道大和本線の駅である。本記事では、近接している広南鉄道大和2線の大和二駅も合わせて記述する。両駅は古線橋で繋がっている。共に地上駅である。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ。 広崎駅管理、大和二町委託の簡易委託駅で、JR 全線の乗車券、自由席特急券、指定券を取り扱っている。待合室内にキオスクがあったが、2011年に営業を終了した。広南鉄道管理となる北口から直接の利用は、できない。乗り場島式ホーム一面二線を持つ。基本的に四番線から発車する。 JR とは保守用車両を留置線を介して広し、南側引き乗線にレールが接続されている。駅番号はキロワット14。南口は JR 大和日本線駅に隣接しており、出発口と自動券売機があったが、2009年に終日、無人化された。自動券売機の使用も停止されたため、乗車券は北口出発口で購入することになる。 南口駅舎は JR 大和日本線駅とは別にあるが、中に入ると JR のプラットフォームにつながっており、大和2線のホームへは JR の2.3番線に向かう湖線橋を共用している。北口は広南鉄道のみで、社員配置駅。出発口と運転室があり、出発口では広南バスの定期券、回数券も取り扱っている。 出札口の営業時間外は、備え付けの無札乗車証明書を持って乗車し、下車時に生産することになっている。乗り場2020年度の1日平均乗車人員は163人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。近年の推移は以下の通りである。2016年1月29日より、当駅周辺に足湯施設が供用開始されている。 南口に大和に温泉駅前停留所があり、広南バスの広崎大和に、りヶ関線と大和2丁のデマンドバスが運行されている。北口にあった広南大和に駅入口停留所は、2007年4月のダイヤ改正で、広崎大和にいかりヶ関線が南口経由となり、2008年4月のダイヤ改正で大和に黒い線が廃止となったため、 停車する路線がなくなり廃止となった。大和に温泉駅に関するカテゴリー。広島南大和に駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。